カッパーボックスはイギリスロンドンのアリーナ。2012年にイギリスのロンドンで開催される夏季オリンピックに向けて建設されたスポーツ施設。イーストロンドンのストラトフォードにあるオリンピックパーク内に位置する。以前はハンドボールアリーナの名で知られたが五輪開催期間中、ハンドボール競技に加えて近代五種のフェンシングが模様される上、2012年夏季パラリンピックで ゴールボールの会場に選ばれたため、2012年1月に解消した。ロンドン五輪招致活動時の当初の案では、オリンピックパーク内には4つのアリーナが建設される計画だったが、ロンドンでの開催が決定した後、2006年に公表された基本計画では、バレーボールは、アールズコートエキシビションセンター、フェンシングはエクセルで、それぞれ開催される運びとなり、 新たに建設するアリーナの数は3つに削減された。6000席から7000席の客席を備え、ロンドンオリンピックでは、ハンドボール競技の予選から準々決勝までと、近代五種競技のフェンシング、及び射撃競技を開催するほか、ロンドンパラリンピックでは、ゴールボールの試合が行われる。なお、ハンドボール競技の準決勝と決勝については、より大きな会場として、 バスケットボールアリーナで開催される。施設は予定通り2011年の初めには竣工し、建設費も予算内に収まった。2012年のオリンピックとパラリンピックの予行となるイベントもすでに成功させている。オリンピックの終了後は多種目に対応するスポーツ施設へと改修され、地域向けの利用やアスリートのトレーニングなど、小規模から中規模のイベントでの利用を見込んでいる。 一区が予定されているバスケットボールアリーナとは異なり、カッパーボックスはオリンピックパーク内の屋内アリーナ施設としては唯一大会後も園内に建物が残される施設である。2012年1月、建物の外観やハンドボール専用ではない施設利用の実態から施設名称をハンドボールアリーナからカッパーボックスへと変更した。これに伴い英国ハンドボール協会は 広報戦略の転換を迫られた。2019年8月31日、日本のプロレスリング団体である新日本プロレスが、東アリーナにて NJPW ロイヤルクエストと名打った大会を開催する予定である。ありがとうございます。